皆さんこんにちは、渡辺です。今回は僕がめちゃくちゃおすすめするお団子ヘア4選をご紹介します。以前もねご紹介したお団子なんですけれども、これは絶対に覚えておいた方が便利だと思いますし、で出先だったりとかね、もう途中のちょっとスタイルチェンジでできるようなアレンジになってますので、ぜひ皆さんこのアレンジは覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、ということでじゃあまず、やっていきます。まずね、まとめる時だったりとかブラシで溶かしてあげると結構綺麗になるので、溶かしていただいて、まずお団子を作っていっちゃいます。まあ、高さはね、ちょっと下の部分、まあ大体耳から少し下あたりぐらい、このね、耳から少し下あたりぐらいでまとめてあげるとやりやすいかなと思います。で、お団子して、まあこういう風にね、お団子される方が多いと思います。で、ここからまとめていくんですけど、多分皆さんね、ここの頭の部分ってちょっとこう、絶壁でペタッとしたりとか、あまりボリュームが出なかったりする方って結構多いかなと思います。で、今日やる方法って、この毛先の部分。もちろんあんまりこう長すぎたりとかしたら難しいかもしれないですけど、まあ、このぐらいの長さだったりとかだったら、結構綺麗にまとまるかなと思います。で、やり方としては、ここの髪の毛の中にこの毛先入れちゃいます。どういうことかというと、例えばちょっとね、このボリュームが欲しい部分あるじゃないですか。の横の部分から、ちょっとね隙間を作ります。こんな感じで、でこの毛先をこの隙間の中に入れ込んじゃうんです。こんな感じで、で意外とこれこうやって中にこうやって入れ込んでいくと意外と綺麗にまとまるんですよね。これほら結構綺麗じゃないですか。で、少しね、まあ、鏡で見ながらやった方が最初はいいかなと思うんですけど、こうやれば、もう毛先隠れちゃいません。で、まあ、このゴムの部分だったりとかを少しちょっと広げてあげたりとか、少し若干ルーズにね、してあげる。で、これだけだったらね、ゴムが出てたりとかで、ちょっとね、嫌だっていう方に関しては、何でもいいです。ヘアアクセ、クリップでもいいですし、こういった、なんていうんですかね、かんざしみたいな、でもいいですし、バレッタでも何でもいいんですけど、このね、お団子した部分を、ちょっとね、ゴムを隠すように。で、あと、ここに、髪の毛今しまい込んだんで、こっちにちょっとね、お団子を潰すような感じ。で、あとはね、このかんざしみたいなとか、あとヘアアクセだったりとか、クリップ。で、ここに留めちゃいます、クッと。これだけでもちょっとおしゃれに見えませんか。あとはね、まあ全体的にバランスを整えてあげる。と、こんな感じでお団子ヘアの完成です。では始めていきます。まず髪の毛をまとめていくんですけど、まあ、まとめる位置は耳よりも少し下あたりぐらい、まあ、襟足ぐらいでまとめるようにしてください。まとめたらゴムで結んでいきます。で、1回結んで2回目でお団子にします。で、この時にこのゴムを1回転だけ刺しておきます。クッと。で、一回転させたら毛先の部分を上に持ってきます。で、上に持ってきたやつをこのまま全てこの上に持ってきた髪の毛とお団子にしているところを一緒に上から結び直す。こんな感じでするとお団子が完成するっていう感じです。これ結構テクニック的に難しいんですけど、覚えたらめちゃくちゃ簡単で、かなりこれだけでもお団子まとまってませんか。
で、まあほぐしてもいいんですけど、そのままでも結構ルーズ感が出てるかなと思いますので、こういうふうにしっかりと首を振ってもまとまってれば完成です。ブラシで溶かしてまとめる位置は、まあいつものように下のあたりでまとめる方がやりやすいので、だいたい耳の下あたりぐらいでまとめてゴムで結んでいきます。普通に最初はポニーテールにします。で、次にこのゴムを少しずらして、下にね若干だけずらして、真ん中に空洞を開けて、下に向かってくるりんぱみたいな感じでやっていきます。なんですけど、くるりんぱやってこの部分を通し切らず、こんな感じにして、で毛先の部分も中にちょっと入れ込んでいきます。でもこう表側に通し切らないようにしてください。なんか中にこう入れ込むようにしてあげるとしっかり入ってくれます。こんな感じになってきます。で、全体的に毛先まで入れたら、こうまとめて、もう一度ゴムで結んでいきます。するとこんな感じでお団子ができました。で、多分毛先とかもしかしたら出てきちゃってるかもしれないんで、まあ出てきててもいいですし、少しねこういじってあげたら中にこう入り込んでくれるので、結構ルーズ感が好きな方はちょっと出しててもいいかなと思います。で、まあ最後にね、こういったなんかヘアフックみたいな感じのオツをつけていくだけで、もうそんなにねほぐさなくても形的にやバランスは結構綺麗かなと思いますので、こんな感じになれば完成です。では始めていきます。まず髪の毛を後ろの部分でまとめます。だいたい下の部分で、耳よりも気持ち下ぐらいでまとめるとやりやすいかと思います。で、ゴムで結んでいきます。で、結んだ時に毛先をねちょっとこうお団子状にするようにしてください。で、次にこの結んだゴムの部分を1本広げて、でこの毛先を下から上に向かって通します。グッと。そうするとゴムがしっかりと隠れて、こんな感じのお団子ヘアになります。あとはね、この部分をちょっとね広げてバランスを調節して、で、あんまり今回の場合はねほぐさないで全然形は綺麗かなと思いますので、これでしっかりと固定されれば完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。結構ね、練習しないといけないアレンジも結構多いんですけれども、もうやってるうちに結構簡単にコツをつかんでくるかなと思いますので、ぜひね、このアレンジ、夏場かなり使えますので、よかったら参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。